カフェや ホテントさんでは自分の思うように遊びだったり楽しいことをいっぱい探して過ごしてほしいなと思っています。春は芽吹いてくる季節でもあり、おテントさんが新しいメンバーで集まる時期でもあります。子どもたちは小さなカエルを追いかけたり、新しくできてきたお花を摘んだりしてゆっくり過ごします。雨の中で遊ぶということに慣れる時期でもあり、その冷たさをしっかり感じる時期でもあります。雨の中で遊ぶのは嫌だっていう子も少しずつその楽しさを味わうようになっていく。で、夏になると川や海で自分を解放して遊ぶ、そしてその楽しいことを仲間と一緒にするっていうことを楽しむようになります。で、秋になると実りの秋ということで、子どもたちの関係もさらに深まっていって、いいところも悪いところも出し合える、出し合って喧嘩をして絆が深まる時期でもあります。冬になると今まで楽しかった森がとても厳しいものになり、寒く凍てつく痛い季節になってきます。その中でどうやって楽しく過ごすのか、仲間と一緒に走り回ったり遊ぶ中で寒い冬でも楽しく過ごすってことを学んでいきます。子どもはそれぞれ自分で育つタイミングが分かっていて、それは大人が決めることではなくて、その子その子の経験だったり、持っている性格だったり、できるようだったり、全部それがトータルして今だって自分が決めた時にその育つっていうのが保障されている場所として私たちは活動しています。視野には入らなくても後ろにいてくれる安心感とか、何かあった時には助けてくれるっていう大人の存在でありたいなって思ってます。で、何かあった時にはすぐ手が出せるような場所で、子どもも気配は感じてるけど自分のやりたい方向を向いて遊べる、挑戦できるっていうことを配慮しながら。料理の日はみんな思い思いの野菜を持ってきて、最初は葉物だったのが自分の知りたい根菜とか、虹さんも空さんの包丁さばきをどんどん見ていって、隠し包丁みたいな細かいのを入れたりとか、毎回どんどんやるたびに包丁が上手になっていって、火をつける作業っていうのがやっぱ一番花形なんで、それをするためにどんだけ準備をして、それまでスタンバイして、で着火っていうところでみんな順番を決めていって、私が1番2番ってなるんですけど、もうだんだんみんな順番も分かってくるんで、その子がやったから1番ねっていう感じで順序立てて、でその頑張った子が1番火をつけて火の番を頑張って、その最後に味見が待ってる。自然保育に興味があって、で子供が土とかがすごい好きだったんですよ。で森の幼稚園っていう情報も知ってたので、もう土が好きと分かった時に、あ、もう入れようって。最初はなんか体も小さいし、歩くのもすごいちょっとヨタヨタバランス悪くて心配だったんですけど、でも本当自分の力で本当体のバランスがどんどん整っていって、重いリュックも平気で持って走ったりするようにもなったし、もう体がすごい変わったなって思いました。最初の頃は本当に甘えん坊さんだったんですけど、みんなに優しく声をかけたりとか、これやる、やってあげよう、やってあげようっていうのがあって、みんなにちょっとずつ声をかけて、今ダメだったらまた後で声をかけるとか、なんかあとみんなでの話し合いもリーダーになってみたり、聞き役になってみたりとか、そういうのがすごい成長したなって思います。
子育ては一人でするものではなくてみんなでつながってくるものだと思っているので、ぜひ一緒に子育てをする楽しさを体感してもらえたらなと思います。そして子どもたちの凄さとか面白さをこの森でたくさん感じてもらって、あ、私は大丈夫だなとか、この子は大丈夫だなっていうことをたくさん体感してもらいたいと考えています。